スタジオレイン。今夜は月が綺麗ですね。お帰りなさい、勇者様。今日もお勤めご苦労様です。あ、どうかなさいましたか？コカトリスが豆鉄砲を食ったような顔をして、もしかして私の姿に見とれてしまったとか。え、違う？なんで俺の部屋にいるんだって？もうお忘れになったのですか？今宵は満月、1ヶ月に一度このあなたの世界と私の世界のゲートが開く特別な日。月満ちるとき必ず会いに行くと約束したではありませんか。見てください、今宵の月は特別綺麗。こんな日はあなたと出会ったあの日のことを思い出さずにはいられません。私はエレナイズフィールドレインは今日という日をどれだけ待ちわびたことか。って、あれ？嬉しくないですか？一ヶ月ぶりに再会したというのに、その、もうちょっと喜んでも。勇者様？は、あ、なんだかとてもお疲れのようです。そうですよね。この世界は私たちの世界とは随分違いますから。久しぶりの生活に疲れ果てるのも無理はありません。うん。うん。うん。はあ。この世界もいろいろと大変なのですね。しかし、魔王を倒したあなたがこんな風になってしまうほど現代社会のモンスターは強敵なのですか？なるほど。日々が戦いの連続。確かにあなたは一ヶ月前、魔王を倒すために力のほとんどを使い果たしましたが、現代社会というものがここまで過酷なものとは思いませんでした。はぁ、あ、なんてかわいそうな勇者様。ああ、でしたら私にお任せください。エレナはとても良い方法を思いつきました。少し待っててください。今、私の回復魔法であなたの疲れを癒してあげます。え？必要ない？まあまあ、遠慮なさらず。大丈夫です。昔みたいに、間違っても爆発魔法なんて出しませんよ。ほら、じっとして。動かないでくださいね。あなたにこれをするのも久しぶり。こほん。では、行きます。生きとし生ける精霊よ、我が盟約のもと、かの者を癒したまえ。ヒール。あれ？ヒール。ヒール。ヒール。生きとし生ける精霊よ。生きとし生ける精霊よ。精霊さん。精霊さん。おーい。どこに行ったのですか？ああ。そうでした。こ
この世界は精霊がいなくて、魔法が使えないことをすっかり忘れていました。もう、笑わないでください。気がついていたのなら、教えてくださればいいのに。勇者様は相変わらず、ちょっと意地悪です。でも、困りました。どうすればあなたを癒すことができるのでしょうか。え？膝枕をして耳かき、ですか。わかりました。膝枕なら私も母にされたことがあります。昔を思い出します。確かにあれは癒しの極意。では、私のお膝に頭を乗せて、とは言ったものの、膝枕はわかりますが、その、耳かきとは一体何のことでしょうか。日本という国に古くから伝わる伝統的な回復魔術。この竹でできた棒を使い、耳垢をかき出すことで相手を癒す。なるほど。そんな秘術があるとは。任せてください。回復魔法の使い手として、そして、姫騎士の名にかけて、見事、耳かきとやらをマスターしてみましょう。ではでは、早速私のお膝の上に頭を預けてください。あなたがこうして甘えてくださるなんて。お耳も、こんなに近くで見るのは初めて。意外と可愛いです、勇者様。初めてで失敗するかもしれませんから、動かないで。耳かき、入れますね。優しく、カリ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 、どうでしょう。耳は人体でも特に敏感な部位ですからね。力加減に気をつけて。カリカリ。あ、ここ気持ちいいですか？じゃあこのまま続けますね。でも、安心しました。勇者様が浮気をしていないようで。もし今日、他の女を部屋に連れ込んでいようものなら、この耳かきを奥まで鎖、刺しますね。嘘です。
恋り娘の私がこんな冗談を言えるようになったのもあなたのおかげです。カゴの中の鳥だった、何も知らない私を外の世界へ連れ出していろんなことを教えてくださいました。勇者様には感謝してもしきれません。ですから今日はいっぱい癒されてくださいね。カリ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 。でも本当は私心配です。あなたはその女性に好かれやすいみたいですから。うん、私たちのパーティー、剣士のベルも弓使いのカティナもあなたのことは。そういうの分かっちゃうんですよ。え？知らなかったんですか？勇者様はちょっと鈍感なんです。もう、お耳は敏感なんですけどね。カリカリ。はい、綺麗になりましたよ。次は反対のお耳です。ゆっくり向きを変えてくださいね。こっちの耳も癒してあげます。カリカリカリ。耳かきだんだん楽しくなってきました。私も久しぶりにあなたを癒せて嬉しいです。気持ちよさそう。精霊の回復魔法より癒されますか？カリカリ。だんだん心地よくなってきました。勇者様のお部屋、ここからだと月様がよく見えます。初めてお会いした日もそうでした。あなたが王宮から私を連れ出した日、思えばあれからいろんなことがありましたね。古代樹の遺跡、砂漠のカゲロウ、海底神殿、いろんな土地に行っていろんな種族と出会ってモンスターを退治してダンジョンを攻略して、やっとの思いで魔王を倒すことができた。なんだかまるで昨日のことのよう。辛いこともたくさんありましたけど、そ
それよりもっと楽しかったのはきっとあなたのおかげです。勇者様は私たちの世界を救ってくださいました。ですから膝枕や耳かきはお安いご用です。かきお礼なんていいんですよ。私もあなたの気持ちよさそうな顔を見るの好きですから。ベルやカティナにはちょっと悪いけど、勇者様のとろけきったお顔は独り占めです。みんな、あなたに会いたがっていましたよ。父も、冒険者たちも、町の人たちも。もちろん、ベルやカティも。あなたと急に別れることになって、寂しい。確かにあなたは魔王を倒すために力を失いました。でもかつての力がなくとも、その私と結婚してルガーナ王国の王になってくださればよかったのに。私は今でもそのいえいや、あ、急に動いたら危な。ずるいです。こんな急に抱きしめるなんて。いや、あなたも私のことが。いつも勇者様はなんでこんな、いきなり、嬉しいけど、あなたがこの世界に戻ったのは女神様との契約？私たちの世界を救うために選ばれたあなたは、魔王を倒したら元いた世界に帰る。そうですよね。もともとは私たちの世界の問題です。魔王を倒した後の世界の復興もあなたに頼ってはいけませんよね。勇者様にはこの世界での暮らし、私には異世界での王女としての暮らし、本来は交わることのない別の世界の人間、でも私たちは出会って、そして愛してしまいました。
だから、女神様は、満月の夜にだけ開くゲートを、そのまま、残してくださったのですね。決して、叶うことのない、恋への慰め。これは、許されないことかもしれません。人として、一国の王女として。でも、今日だけは、月が照らす、この時だけは、あなたのそばに、いさせてください。本当ですか？今夜は一緒に、はい、はい、ありがとうございます、勇者様。着替えてきました。このシャツ、やっぱり私には、ちょっと大きいですね。でも丈が長い分、一枚で着れて、ちょうど良いかもしれません。それにほんのり、あなたの香りがするような、まあ、ともかく、ドレス姿で寝るよりはマシです。では、お布団、失礼しますね。これも、添い寝も、日本に伝わる回復魔法、ですか？間違いではないと思いますよ。だって、私はすっごく癒されてます。幸せです。もっとくっついてもいいですか？あったかい。昔は一緒に野宿したことはあっても、一つのベッドで寝るのは初めて。嘘？え？あ、一度か二度、あなたのベッドに入ったことがあった。ああ、そんなこともあったかもしれませんね。きっと寝ぼけていたのです。そうに違いありません。一国の姫が婚前に殿方の寝床に入るなどは、いいんです、好きですから。好き同士ならいいんです。女神様もきっとお許しになります。
じゃあ聞きますけど、いつから好きになりました？いつの間にか。いや、もしかしたらあの月明かりに照らされた私を見た時から一目惚れだったのかも。同じ。じゃあ問題ありませんね。いや、もう離れたくありません。鬱陶しいですか？え？回復魔法かけてほしい。でも、さっきも言いましたけど、この世界は自然が少なく、精霊さんがいませんから、魔力が足りないと思いますよ。それでもしてほしい。いいですよ。されます。もう一回。生きとし生ける精霊よ、我が名役のもと、かの者を癒したまえ。強さそう。新しい回復魔法を覚えちゃいました。どうやら効果は抜群のようですね。もう眠くなりましたか？お疲れでしたからね。今日はしっかりと休んで、また明日から頑張りましょう。私はいつもの王宮のベッドに一人、あなたとはまた離れ離れ、
子のことを忘れないように。忘れないでくださいね、私のこと。また来月に、満月の夜に、きっと会いに来ます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。